どうもこんにちは、ゆずのディズニーパークチャンネルです。今回は春休みのディズニーはどれくらい混んでいるのか、そして混雑ディズニーの攻略法をお伝えしていきます。春休みにディズニーランドに行く方多いのではないでしょうか。久しぶりのディズニーランド楽しみという気持ちの他に、どうやら混雑するらしくて不安だなと思っている方もいらっしゃると思います。確かに僕も春休みの時期は大混雑しますって言ってますし、ちょっと調べると他の方も春休みは混むよと伝えていると思います。なので混むと聞いて不安に思ってる方、楽しめるかなと思ってる方非常に多いと思います。ではここで皆さん、混むと聞いて具体的にどれぐらいの混雑になるのかイメージできていますでしょうか。実は現在のディズニーはコロナ前よりもアトラクションの待ち時間かなり短いです。最近ディズニーに行った方からいただいたコメントでは、大混雑って言ってたけどイメージよりも混雑していませんでしたといただきました。なので今回の動画で春休みはどれぐらいの混雑なのかをしっかり皆さんにイメージしてもらって、少しでもその不安を和らげていただけたらなと思っています。春休みがどれぐらいの混雑なのか、また混雑ディズニーの攻略法をお伝えしていきますので、不安に思っている方ぜひ最後までご覧ください。まず混雑感に関して、人混みは激しいと思います。これに関しては行った方のコメントでも人が少なかったという感想はほとんどありません。また僕自身の感覚としても人は多いなと感じます。こちらの動画のようにまっすぐ歩くことが難しいくらい前からも横からも人の流れが入り乱れていて、しっかり前を見て人を避けるように歩いていかないといけません。しかしアトラクションの待ち時間はコロナ前よりもかなり短いです。春休みのアトラクションの待ち時間の目安はおおよそこれくらいになります。まずディズニーランドは美女と野獣が最大で180分ですが、基本的には日中は130分から150分程度です。ベイマックスも最大120分になることありますが、日中は70分程度。スプラッシュマウンテンも基本的には70分、スペースマウンテン、ビッグサンダーマウンテンは60分前後、ハニーハントが50分前後、モンスターズインク、ライダーのゴーシークが40分前後で、マゾレティア、ナストルブラスターが35分前後です。それ以外のアトラクションは全て30分以下です。次にディズニーシーはソアリンが瞬間的には200分待ち、基本的には150分程度です。トイストーリーマニア、センターオブジャス、タワーオブテラーが100分前後、インディーズ・オブ・アドベンチャーとレイジングスピリッツが70分前後、タートルトークとマジックランプシアターが30分前後で、それ以外のアトラクションはほとんど30分以下です。そしてここでコロナ前の3月のアトラクションの待ち時間を見てみましょう。美女と野獣、ベイマックスはまだオープンしておらず、スプラッシュマウンテンが150分、スペースマウンテン、ビッグサンダー120分、プーサのハニーハント、モンスターズインク、ライダーのゴーチーク、バザレティアのアストロブラスターが100分程度。ディズニーシーはソワリンがまだできていなくて、トイストーリーマニアが180分、センターオブジアスが160分、タワーウテラーが120分、インディーとレイジングが130分、マジックランプシアターとタートルトクが50分前後でした。これを聞いてどうでしょうか？あれ？最近のディズニー結構空いてんじゃね？混雑日っつっても大したことないんじゃね？と思った方いらっしゃるのではないでしょうか？実際現地に行ってもビッグサンダーマウンテンの60分待ちを見て、待ち時間短いなとか、昔もっと100分くらい行ってたよねとか、逆にこの行列の並びで60分は嘘でしょみたいな会話が非常に多く聞こえます。実際乗り場までは本当に60分程度で着くので、乗る直前にその方々は案外すぐ乗れたねともよく聞こえてきます。なのでまっすぐ歩くのが難しいほどパーク内に人は溢れているんですが、アトラクションの待ち時間はコロナ前よりかなり短いのが現在のパークです。なので大混雑をすると聞いて、昔の100分待ちが当たり前だったディズニーを想像していた方は、まずここでちょっとね、安心してください。そんなにアトラクションに待つことはありません。ではなぜアトラクションの待ち時間は下がっているのでしょうか。その理由は主にファストパスがないからだと思っています。皆さんの中にもファストパス戻してと思っている方もいらっしゃると思いますが、実はファストパスが導入されているとアトラクションの待ち時間が大幅に伸びてしまうという欠点がありました。これは僕がファストパスがあった時代にアトラクションにたくさん乗っていて気づいたことなんですが、ファストパスがあるとない時に比べてだいたいアトラクションの待ち時間が2倍になります。ファストパスの制度はファストパスの人が来ると一般の列を一旦止めて優先的にその方を案内しないといけません。そして定期的にファストパスの利用者はやってくるので、列を止めてファストパスの方を案内して、また一般の方の列を動かすという流れになっていました。なので以前のパークでは列が動かないので待ち時間は長くなりますし、
全く動かない時間も多くあるので、すごく待たされてる感じがありました。しかし現在はファストパスが実施されていないことで、アトラクションの列が止まることなく進みます。なので待ち時間は従来よりも短いですし、列が進み続けているので、並んでる方にとっても体感としてはそんなに待たされてる感じがないというのがあります。ではここでもう一度コロナ前の待ち時間と現在の待ち時間の比較を見てみましょう。確かにおよそ2倍程度の待ち時間の差が生まれていますよね。また現在はファストパスに代わってディズニープレミアアクセスという有料のサービスが一部のアトラクションに実施されています。プレミアアクセスが実施されているアトラクションは、それによってまた列の進みが遅くなるので待ち時間少し大きくなっている現状があります。しかし有料なだけあって売れ残ることもあったり、これは現地で見て感じる体感なんですが、販売枚数がファストパスの頃よりも少ないと感じるので、コロナ前ほどの待ち時間にはなっていないと考えています。 OLC はゲストの満足度を上げるため、コロナ前より入園者数の上限を引き下げるという政策もしているので、それも多少は相まっていると思います。なので最近の大混雑のディズニーというのは、人は多いんですがアトラクションの待ち時間はコロナ前よりもかなり短くなっているという特徴があります。どうでしょうか、皆さん混雑日のディズニーイメージ通りでしたか？ただですよ、やはりコロナ後何度か行っている方や、単純に60分待ちでも長いと感じる方もいらっしゃると思います。そこで次から混雑しているディズニーをなるべく快適に過ごすための対策を、アトラクション、レストラン、お土産の3点でお伝えしていきます。まずアトラクション、レストラン、お土産すべてにおいて共通している混雑を避けるポイントは2つです。時間帯をずらすか、便利なサービスを利用するです。まずアトラクション、混雑するタイミングを避ければ人気アトラクションにも少ない待ち時間で乗れることがあります。人気アトラクションが特に空いているタイミングは開園から9時まで、小さめのアトラクションが空いているタイミングは9時から10時までと20時から21時までです。なのでもしアトラクションに少ない待ち時間で乗りたい場合は、朝早くから買い待ちをしましょう。7時までに着いていれば間違いなく早い部類です。アトラクションが空いているタイミングについてはこの動画で詳しく解説しているので、こちら気になる方はぜひご覧ください。そしてアトラクションにおける便利なサービスがディズニープレミアアクセスを使うことです。ディズニーランドではスプラッシュマウンテン、ベイマックス、美女と野獣、ディズニーシーではセンターオブジャース、トイストーリーマニア、タワーオブテラ、ソアリンの4つで実施されています。有料にはなってしまうんですが、ホンネルパークでたくさんアトラクションに乗って満喫したいという方は購入をお勧めします。プレミアアクセスを買うか買わないかっていうのは、皆さんそれぞれの価値観で変わってくるので、いろいろな意見があるのは承知ですが、個人的にはたまにしかディズニーに行けない方、アトラクションやショーをたくさん体験したいという方は、予算が間に合えば購入をお勧めします。以前、プレミアアクセスを使わずにソアリンに160分待ったことがあるんですけど、これがまあ地獄でしたね。15時に並んだんですけど、乗り終わった頃には18時になっていて、明るかった空が真っ暗になっている絶望感がちょっとね半端じゃなかったです。その3時間があれば他のアトラクションにもたくさん乗れたと思うので、そもそもディズニーに来ること自体がめったにないという方は、やはりいろんな経験をした方が楽しいと思うので、プレミアアクセスの購入をぜひ検討してみてください。ちなみに美女と野獣魔法の物語にプレミアアクセスを使って乗ったこともあるんですけど、その時は125分待ちを0分で乗ることができました。行列を横目にスイスイと一気に進んでアトラクションを体験できる感覚はとても満足度が高かったです。混んでるパークでアトラクションに乗る時間帯を工夫することで、いかに多くのアトラクションに乗ることができるのか、こちらのディズニーランドとディズニーシーのアトラクション全制覇の動画を見れば具体的にわかるので、気になる方ぜひご覧ください。そしてレストランです。レストランは11時から14時が最も混みます。なのでお昼ご飯を食べる場合は朝10時台にレストランが開店した直後か14時以降に食べるのがおすすめです。もしくはレストランの予約をしておくことです。予約ができるレストランは限られていますし、値段がちょっと高めのレストランが多いので、予算が間に合わない方もいらっしゃると思いますが、ぜひ検討してみてください。そしてお土産、こちらは閉園間際は絶対に避けましょう。もう閉園間際のお土産は店内まともに歩けないんですね。確実にグループの方とはぐれるような人混みです。なので商品を手に取ることで精一杯、どれにしようかななんて吟味する余裕は全くありません。お土産は午前中から夕方にかけて買いに行きましょう。もしくはオンラインショッピングを利用することもできます。当日の23時45分まで、
公式アプリのショッピング欄からお土産を購入することができます。ただしこちら購入金額が1万円以下ですと送料が1000円かかってしまうので気をつけてください。オンラインショッピングだったらアトラクションに並びながらとかでも買えるので、こちらをうまく活用してみてください。ここまで混雑感や対策についてたくさんお話ししてきましたが、そもそもディズニーで嫌な思いをするっていう原因は混雑そのものではなくて、ストレスが溜まって一緒に来た友達や家族と雰囲気が悪くなることなんじゃないかなと思っています。ストレスの原因となるような長時間並ぶことはなるべく避けて、休憩をこまめに挟んだり、しっかりご飯を食べればどんなに人が多くても楽しめると思います。なので混んでるの嫌だなではなくて、混んでると知った上で過ごし方を工夫すればきっと満足できる一日になると思います。ぜひ先ほどお伝えした対策ポイントをしっかり押さえて活用してください。ちなみに僕も3月下旬が誕生日でございまして、今年は誕生日ディズニーをしに行くので、皆さんと同じように大混雑のディズニーに乗り込んでいきます。ぜひ一緒に楽しんでいきましょう。今回の動画が参考になりましたら、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。